こんにちは、粟田洋介です。先日ある人とお話ししてて、その方は美大を出てらっしゃって、その後はご自身の作品とかを販売したり、そういうこともしてらしたそうなんですが、今はもう全然絵を描いてないそうです。現在は絵の先生をされてるんですが、やっぱり自分自身も絵を描きたいという気持ちがあるそうです。その方はもう長いこと絵を描いていない、忙しいとかいろいろあるんだけど、また絵を描き始めたい、それでまずは鉛筆とスケッチブックとかで手軽に何か描こうと思ってるんだけど、それも始められなくて、何かいいアドバイスはないかと聞かれました。私はその方に、手頃な鉛筆とスケッチブックの絵とかも描き始められないんだったら、絵の具の準備をしてしまえばいいんじゃないでしょうかとお話ししました。絵の具っていうのはもう手軽じゃなくて、汚れるし片付けもちょっと大変だし、そのようなものを準備し始めるっていうところまでがなかなか始められないんじゃないかなと思ったので、その準備をしてしまえば書き始めるんじゃないかなと思ったんです。でもその方にその話をした後にちょっと考えてみたら、もしかして絵の具の準備をするだけじゃ十分じゃないんじゃないかなって疑い始めました。絵を描き始めたい、そう思ってるんだけど、一日一日結局絵を描き始められない。もしかすると絵を描くことだけじゃなくて、なんかやろうやろうと思いつつ全然始められないっていうことがありますよね。そんな時って本当にもどかしいです。絵の具とか道具が準備してあるだけじゃ、実際に行動するための十分なモチベーションにならないんじゃないかって気がしたんです。それでちょっと考えたら、実際に行動するためにはその動機と目的、それがあることによって行動するための十分な意欲につながるんじゃないかと思いました。絵を描く動機ですが、それは楽しいからで十分だと思います。でも今現在絵を描こうと思っているのに、それを実行できていないのであれば、楽しいからっていうのは十分な動機ではないのかもしれません。まあ絵を描きたいと思う方が全てそう思っているとは限りませんが、多くの方が絵を描きたいと思っているのは、絵を描くことが楽しいということを知っているからではないでしょうか。そしてそれは十分な動機であるようではありますが、それでも実際に行動に移せないのは、楽しいからというのは動機としては抽象的すぎるからなんだと思います。例えば絵を描くのが楽しい、クリエイティブな工程や作業にワクワクする、時間を忘れて没頭する、そんな時を過ごすことは本当に素晴らしいことだとか、そういうことではなくて、具体的にどういう絵を描きたいのかということですね。具体的なビジョンを頭の中とか心の中に描いてみる、そしてそれを実際に形にしてみたい、形にするっていうのは絵に描くということですね。何を描いていいのかわからないのであれば、絵の具を用意したところで結局絵は描き始められないんじゃないかと思います。だから実際にビジョンを持つ、そうすればそれをすごくすごく形にしたい、それを絵に描きたいと思うんじゃないかと思います。私も描き始める前にどんな絵を描きたいかなっていうビジョンがありました。そしてこんな感じで描き進めていったんですが、最初に持ってたビジョンと実際のビジョンはちょっと違います。っていうか全然違うかもしれないし、私自身最初にどんな絵を描こうと思ったのか忘れてしまいました。最初のイメージはなんか変な人物だったんですが、今後どうなるかわかりません。まあ変な人物を描こうと思ってるんですけど、最終的に仕上がるビジョンと想像したビジョンは多分全然違うと思います。でも私は描きながら考えているので、それでいいと思っています。人によっては描きながら考えるんじゃなくて、もう最初からイメージしたものを最終的に仕上げる、そういう方もいらっしゃると思います。どれが正しくてどれが間違えてるじゃなくて、人それぞれやりやすい方法っていうのは違うと思うし、その時によってもやりやすいやり方っていうのは変わってくるかもしれません。ただ何が言いたいかっていうと、こうでなければならない、何々しなければならない、何々してはいけないっていう考えを持つと、私の場合は多くの場合実力が発揮できないでうまくいきません。ですが何々してよい、何々しなくていいっていう風に考えた方が、私の場合はうまくいくことが多いです。なので今日のトピックで言うと、何々してはいけない、何々しなければならないということが重荷になってたり、絵を描き始めることをストップしているのであれば、何々してよい、何々しなくてもよい
という緩い気持ちで描き始めたんで、いいや、そんな心持ちで絵を描いてみようと思ったら、結構すんなり行動できることがあるんじゃないかと思います。どんな絵が描きたいのかっていうビジョンを持つことが絵を描く動機になるという話をしましたが、どんな絵を描きたいのか、何の絵が描きたいのかもわからないという時もあると思います。私自身、絵を描きたいっていう気持ちが先走ってるんだけど、何を描き始めていいのかわからないっていう時もたまにあります。どんな絵を描きたいって思う時って、何かしらのインスピレーションを得た時なんだと思います。例えばすごく興味深い絵を見て、なんかこういう感じの絵を描きたい、この絵のこういうアイデアを取り入れて自分の作品を描きたいなとかね、そういうことですね。なので、いろんなアーティストの作品を見るとか、過去の自分の作品を見るでもいいし、いろんな作品を見ることでインスピレーションを得ることができると思います。また絵画だけじゃなくて、私も映画を見たり音楽を聴いたり誰かの話を聞いたり、何でもいいんですけど、何かしらの刺激を得て感動して、それがインスピレーションになって、その気持ちを絵にしてみたいとかって思うことがあります。そしてそれを絵にすることができる時もあれば、できない時もあります。自分が表現したいことを絵で表現する、それもアーティストの力量だと思うんですが、もうずーっと絵を描いてない人がどんな絵が描きたいかっていうことを思い浮かべるときに、それを絵にすることが難しいインスピレーションばっかりだったら、絵を描き始めることって難しいと思います。私だったらできません何が言いたいかっていうと、インスピレーションを得て何かを表現しようと思うときは、自分がそれを絵で表現できる視点でものを考えると、どんな絵を描こうというビジョンが思い浮かびやすいと思います。ですが、なんだかわからないけどこの気持ちを表現したいとか、そういうのは手を動かして描いてるうちに作品っていうのは出来上がる場合もあると思うので、絶対にビジョンを持ってから絵を描かなきゃいけないんだとは私は思いません。ただ何を描こうっていうのが分かって描いた方が最初の出だしはいいんじゃないかと思います。これから絵を描くんだっていうことでもいいし、他のことでもいいんですけど、人にそれを話した方がいい場合と話さない方がいい場合があります。それは人から応援してもらえるとか、人から否定的なことを言われるとか、そういうこと以外に、まあ絵を描くことだけじゃなくて、これがやりたい、あれがやりたい、そういう話をあんまり人に話すと、話をしたことで満足をしてしまって実行しなくなってしまうっていう話を聞いたことがあります。恥ずかしながら私自身も、今度こういう絵を描きたいみたいなことを人に話して、話しているうちになんだか満足しちゃって結局描かなかったっていうことがあります。話をしてるときは楽しいんですけど、人に話すことによって満足して書かないんだったら、人に話さない方がいいのかなーなんて思います。でも逆に、人に話して宣言することによって、もう後には引けないからちゃんと実行できるようになるっていう話も聞いたことがあります。なので、人に話すか話さないかは自分でよく考えて決めたらいいのかなと思います。あとは目的を作るっていうのもいいと思います。何か目標があった方が、絵を描くんでも何をするんでもモチベーションが上がると思います。例えばイベントとか展示会とか公募展とか、何でもいいんですけど、そういうのをやることに決めて、そのために絵を描くとかね、そうしたらモチベーションが上がる場合があると思います。でもいきなり何枚も何枚も描かなきゃならないってなったら、始められないっていう場合もあると思います。そんな場合は、なんか一点だけどっかに出すみたいな感じでやってみるといいんじゃないかと思います。もしくは SNS に投稿するっていうのも一つの方法だと思います。あとは、自分一人でもう始められないんだったら、例えばワークショップに参加するとか、絵画教室にちょっと行ってみるとか、もうそういうところに行けば強制的に絵を描くことになっちゃうんで、そういうものに参加してみるっていうのも一つの方法だし、まあこれをやれば絶対に1枚絵を描くことになると思います。1枚描けばもう勢いがついて、2枚3枚ってどんどん描いちゃいますよね。でも絵画教室とかワークショップは申し込まないとダメですから、
絵を描かないっていうのと同じように申し込みをするかしないかってことで長引いちゃう場合もあるかもしれませんね。一人で絵を描くんでも何でもいいから一回思い切って何か描いちゃうっていうのが一番いいと思います。言うのは簡単と思うかもしれませんがやるのもかなり簡単なことです。そして絵を描く以上は楽しむことをお勧めします。一枚一枚一筆一筆楽しむことです。楽しくなければ続きません。まあ楽しくないことを続けるのが好きな人であれば続くかもしれませんけどね。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは4つの目です。特に意味はないんですが人物画を描いてみました。絵を描くことも他の何をすることもそうなんですけど1枚描いて2枚描いて3枚描いて立て付けに描いてるうちに勢いがついて結構習慣になって描いちゃいますよね。なのでまた絵を描き始めたいっていう時はもうさっさと描いちゃえば勢いがついてそのうち止まらなくなって絵を描かないと頭がおかしくなってしまうようなことになるかもしれません。そんなわけで今日は絵を描き始めるためのお話をしました。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。この動画がきっかけで絵を描き始める方がいらっしゃったら幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。